月何日ですか？5月5日。5月5日は何の日ですか？子供の日。そう、子供の日ですね。そして学校で何を作ってきたんですか？こいのぼり。こいのぼり。そう、ジャパニーズこいのぼり。そうね、日本では今日は子供の日で、よくこいのぼりとか兜とかを飾りしています。なんでかわかる？恋ってこうね、強く、ね、登っていくから、そんな風に子どもたちも強く元気に育ってほしいっていう意味を込めて、そうだよね、鯉のぼりを飾ったり、鎧かぶとを飾ったりするっていうね、強くでどんなことにも負けないようにで健康に、ね、病気にも打ち勝つように、そういう意味で鯉のぼりを。それでは今日は5月5日なので、子どもの日で兜を折り紙を折って遊んでいきます。待って、まだ見てる、はい、じゃあ三角にまず折ってください。
自分の頭に入れれるじゃん。かなちゃんの兜。私好きなの作って。